アイテム番号 SCP-500。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-500 は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。乱用を防ぐためにレベル4以上のセキュリティクリアランスを持った職員にのみ SCP-500 の取り扱いを許可します。説明 SCP-500 はこの報告書の書かれた時点で47個の赤い錠剤が入っているプラスチックの缶です。一つ錠剤を経口すれば2時間以内で実質的にあらゆる病気が治ります。治るまでにかかる時間は症状の度合いと被験者の体調で変化します。幾度となく実験を繰り返しましたが、その錠剤の有効成分と考えられる物質を合成することはできませんでした。クレイン博士の中、今後、レベル3以下の SCP 職員による SCP-500 の取り扱いを禁止。これは二日酔いを治すためのものではない。エイズにでもかかってから許可を得るように。申請書500-1774-K522F、博士が SCP-38 に対し SCP-500 を1錠実験に用いたいと申請。承認。申請書500-1862-B。キアーズ博士が SCP-914 に対し SCP-500 を1錠実験に用いたいと申請。承認。申請書500-2354-F。博士が SCP-253 に対し SCP-500 を1錠実験に用いたいと申請。却下。申請書500-5667-E。ギボンズ博士が彼の個人用救急箱に SCP-500 を2錠常備したいと申請。却下。ホイ500-12条、SCP-8 に対し使用することを許可。SCP-8 に感染したクラス D の被験者が服用した結果、最終段階まで病気が進行した患者も完全に回復しました。この時点での錠剤の残りは57-521D、博士。ホイ500-21条、SCP-409 に対し使用することを許可。SCP-500 を SCP-409 に接触した被験者 409-D5 に投与。感知しました。付録409-13章。この時点での錠剤の残りは56。500-21D、博士。ホイ500-4申請書500-1774-E 承認。5錠、SCP-38 の実験に使用。SCP-38 で SCP-500 を複製できることを確認。しかし、効果に制限あり。複製した錠剤のうち 30% のみが被験者を治療することに有効であり、治療に成功する確率は複製されてからの時間が経つにつれて落ちていきます。不治の病に対する使用の 60% では、症状は残ったものの、それ以上の進行を抑えることができました。SCP-500 の錠剤の数は非常に少ないため、不治の病に罹患した職員は複製した錠剤を繰り返し服用することが推奨されます。使用した5錠の SCP-500 のサンプルはすべて返却されました。この時点での錠剤の残りは56。ホイ500-5、SCP-38 との実験中、D により1錠盗まれました。聞くところによると、二日酔いの治療、とのこと。他のプロジェクトで使用するための SCP-500 の管理をより厳しくすべきと提案。D を終了。この時点での錠剤の残りは55。ホイ500-61条、SCP-231-4 に使用しました。この時点での錠剤の残りは54。ホイ500-71条、実験 447-A に使用しました。この時点での錠剤の残りは53。ホイ500-81条、SCP-208 に使用しました。この時点での錠剤の残りは52。ホイ500-9申請書500-1862-B 承認。1条、SCP-914 に、ファイン、でセット。生成されたオブジェクトは SCP-427 と分類されました。この時点での錠剤の残りは51。ホイ500-105条、オリンピアプロジェクトに提供、うち2錠のみを使用しました。残り3錠を即座に返却しました。錠剤の残りは49。ホイ500-112条、実験217で使用しました。この時点での錠剤の残りは47。ホイ500-12脅迫観念に陥らせる精神影響に対する SCP-500 の効果を調査したいという要請は、重要性が低いとして却下されました。